きましょう。どうぞ。すぐ近く座りたがるんだから。いつもがちっちゃい。いや、俺がここまで開けてたら、ゆうちゃんここ、まあ、確かに、ね、新名をね。いいんだよ、基本的には。それでちょっと言って。はい、どうもー、今日は、はい、タグイベ新グッズ企画会議、はい、というわけで今日はね、はい、いつも衣装をやってくれてるゆうちゃん、はい、僕です加えまして、はい、タグイベのね全てのことをね担ってくれているシンバルさんが来てくれてます。どうも画面外のバルでーす。もうね、このグッズ会議をやるならこの3人だろうということで、なるほど、集まっていただきました。なるほど。何を作りたいかというと、はい、まあ、前から言ってたんですけど、そのタグイベやるごとにパンフレットうん、作りたいなって思ってたんですけど、うん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 、ちょっとその毎回作るにしてはちょっと薄いぞとページがね。ああ、そうだよね。だ普通はさ舞台の公演とかやるならさ、その、まあ、キャラクターがいっぱいいるからね。いっぱいいるし、いろいろやれるじゃない。そうね。ただちょっとそれは嫌だな、ペライも作ってもなって思ってるのがあって、ちょっと工夫して、なるほど。私いい案を持ってきました。それちょっと説明するのめっちゃむずいんですけど、うん、ブックカバーって言うんですか、本のブックカバー本体っていうか本のその本のこの、あ、だからルーズリーフあるでしょ、はいはいはい、ルーズリーフを挟めるこの挟む側のやつあるじゃん、バインダーがこうついてて、はいはいはい、あれを作りますえ、あのカバー自体を、あ、そうを最初作る、はい、それを別売りで、なるほど、ね、それをまず作って、はい、でタグ入れをやるごとに、はい、ページ数が増えていくっていうイメージの、おー、考えたねそれ、グッズを作れたらなと、うん、いいですね、いいでしょ、素敵でしょ、うん、いいですね、だ、うん、そうだからそのページ数がまあ言ったら少なくても作れるし、うん、多くても作れるし、大体だからあれだね、回を重ねるごとにまたどんどんできていくっていう、うわーすごい、え、素敵じゃないですか、そうですね、これからそれを作るとして、その過去のものとかも、はいはい、作れていけたらどんどんその差し込んでいける感じになるってことだよね。だからやるからには、はいはい、過去のタグイベ01から作って、うんうん、だ番外編でも作れるっていうのがこれの良さ、ね、そうだね、俺と長谷川しか出てないからページ数少ないけど、その分そのコストダウンして作れるっていうのがこのグッズの良さだと。なんかデザインとかはもうさ、いや、デザインとかはちょっと2人の力が欲しいなってことですね。でデザインというよりもちょっとこのなんていうんですかね、ちょっとメモリアルな感じにしたくて、うん、言ったらさ、今売ってる売らせていただいてるグッズって、まあ、過去じゃん、うん、本番より過去に撮影したものを本番に入ってるわけでしょ。つまりグッズに本番のことが入ってないわけです。だから例えばタグイベ5からやるとして、うん、タグイベ5のやつを売るんじゃなくて、うん、タグイベ5で4のやつを売る、6で5のやつを売るっていう風にして、本番のなんか良かったシーンを売ったり、はいはい、あのだから例えばグレートアンサーとかそういうやつやつやつ、あのね、爆死大爆笑のシーンありますからね、はい、あれの一番良かった答えをその田口のページにバン書いたりとか、直樹のページを作らせていただくんだったら、はい、ザビエル君を直樹のページにね、ストンとね挿入できるわけですよ。そうね、はい、構成的には1人1ページ1ページっていうかこの、うん、まあ、2ページかな、この紙1枚分に表裏を作って、その田口だったら田口の写真とか、なんかその本番で活躍したものとか、情報なんかプロフィールとか裏面とかにね、いいですね、サインとかを書いて、はいはいはい、で次長谷川だったら長谷川、はい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 、次マーク、次ゆうちゃんとかいうふうに、漫画のキャラブックみたいな、まあまあまあそうですね、言ってなんかそういうところからインスピレーションもらってます、まあ、衣装のこととかもさ、なんかそうそうね、かけたりもするしね、うん、するするする、それ素晴らしいですね。そうだからどういうのを書けばいいかっていうのは、まあ、毎回違ってもいいし、うんうんうん、と思ってる、何をコンセプトにとかって ね、お客さんが好きに作れるっていいですよね、はい、そうなんです、いいところに気づきました。おこれはね、この作りにすればね、オリジナルにできるんですよ、はいはい、言ったらだから全部集めてもらって、うん、まあ、全部集めなくてもいいわけですからね、うん、でまあだから田口の 1,2,3,4 にして、その後朝倉にして、でも佐藤のだけ捨てるとかやってもいいの別にそのページが増えていくっていうことでね、あ、いいね、そうまさにこのナンバリングという名前に沿ったグッズができるかなと思っております。番号とかつけるの好きだもんね。そうなん、好きなのよ、だからね、そう確かに好きなんですよ、ナンバリングしがち、はい、ね、まあ、
2020年スタートできるように動きましょう。はい、それはもう正直新丸さん次第なんで。いつもでも本当にありがとうございます。来年の3月あったのもね、いろいろありますから頑張ります。グッズ名とか、グッズ名は一応2個俺の中ではあって、ほうほう、まあ、シンプルにこのナンバリングブックとか、はいはいはい、でやるか、パズルブックっていう。お、パズルブック、好き。その当てはめてくっていう意味があって、まあまあそうですね、そんな感じで。パズル好きですね、うん、そうなんですよ、やっぱロゴにもなってるからパズルって。ああ、そうだね。採用、採用ですか。いいですか、これは採用になります。はい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 、採用です。いやいや、お客さんからもさ、なんか、うん、そういう意見とかをさ、コメントとかに書いてもらって、こういうの書いてほしいよとかってのもできちゃったりするってこと。そうですね、できますできます、もちろんね。でおまけページとか作っても面白いですね、うん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 、なんか総括するような、そのグッイベントの、うん、その回の良かったところをね、そうだね、そういうような感じをね、なんかそういうね、答え言いたいよね、逆にね、言いたいです。それがだって乗ってくるってことでしょ。はいはいはい、それはなんか毎回その MVP みたいなの決めてもいいですしね、そのグッズ、あのこうイベントやるとか、はい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 、そう今日のねベストアンサー的な、そうそうそう、でそれが次のイベントに、あ、イベントじゃない、グッズに、うわー、いい、それいいね、MVP を取ったら、ね、1枚多く乗れるみたいなね、はいはいはい、うわ、これは頑張れます、ね、これ上がるわこれは上がるねっていうグッズにしたいです。なるほど、え、これすごいっすね、いい、これすごいっすよ、これいいでしょ、うん、いい、まあどこかでは誰かやってるだろうけどみたいな案はね、まあまあまあね、でも見たことない俺、まあそういうこういうこういうのこういうとこではないよね、うん、ないないない。どんな表紙にします。いや、わかんないな、むずいなね、なんかさ、ちょっとで、なんか写真にするのはあれだけどさ、もし可能ならば伊藤ひふすさんがお手伝いしてくれてるから、ね、何かね、何回、ね、かわいいの、まあ、なんかね、確かに一つの案として、イラストポンってもいいもんね、うん、はい、もう途中であ、こうしたいって思ってもそれを採用できますからね。そうだよね、次のあれにね、そうなんです、うわー、これはいい企画ですわ、はい、これじゃあもう作ってもらいましょう、はい、うん、これお願いします、はい、頑張ります頑張らせていただきます。え、こんちゃんにね、その本番にちょっと必要以上に写真を撮っといてくれとはい、伝えておいてください。わかりました、はい、実現できなくてもいいです、他にこんなグッズ作ろうかなって思ったよみたいな。ああ。お洋服のタグあるじゃないですか、はい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 、あのタグにタグイベって書いて、タグのタグイベです、ね、ちょっとおしゃれだね。あれどうですか、ファスナーチャーム。え、あのジッパーって穴開いてるじゃないですか、ファスナー、うん、につけるチャーム。へえ、なんだそういう、かわいい、こういうこういうここにそうですそうです、へえ、まあ、ストラップみたいなもん、ね、あ、はあ、いいね、カバンのファスナーにつけた、はあはあ、あ、それはすごくいい、ブロマイド入れ、あ、なるほどなるほど、あれは結構あるままです、欲しい、うん、全部いいの出してくんじゃん、超えてくるじゃんあれは結構作りたい。じゃあ今言ったパズルブックを、ね、はい、ちょっと進める方向で頑張りましょう、頑張りましょう、はい、全員しょう、はい、はい、お願いします。というわけで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。田口でした。ゆうちゃんでした。画面外のバルでした。はい、どうもありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。こういうグッズ作ってほしいとかいろいろ書き込んでね。よろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。Boop boop 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 boop.